皆さん、こんにちは。インスパイのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと面白いものを見つけましたというかですね、ちょっと考えてみましたので、それについてお話をしたいと思うんですが、まあ巷ではですね、まあ LINE が大ブームで、LINE を使おうっていう話が出てるんですけど、まあ実はショートメールが意外に便利かもっていうことで、今日お話をしたいと思います。ショートメールっていうのは携帯電話のいわゆるキャリアですね、ドコモさんの電話番号で、例えばキャリアが違う相手のソフトバンクとか au の人にも電話番号だけでメールを送れるっていうサービスですね。ショートメールっていうサービスがあるんですけど、これが意外に便利かもしれないんだけど、今まで、うまく私がそれをですね、活用できてなかったのは理由があって、それはネットビジネスっていうものとリンクがしにくかったからなんですね。すでに、電話番号が分かってる相手とか、友達とやり取りするのはいいんですけど、商売でなかなか使いにくかった。それがちょっと面白い方法を見つけましたので、今日はそれを紹介したいと思うんですけど、実は、ホームページには、電話番号のタグを入れたり、ポチッと押したら電話をかける、スマートフォンのホームページの場合ですね。スマートフォンの電話番号をポチッとしたら電話をかけれるとか、ポチッと押したらメーラーといって、メールが立ち上がって、そこでメッセージを打つことができる。というのが、ソースというかタグがあります。で、これは、メールトゥーっていうタグがあるとメールを送ることができるんですが、この設定をすると、自分のメールアドレスっていうものが、世の中に出回ってしまって、もしくはメーラーが立ち上がるっていうこと自体が、ちょっと今時ですね、古いと。だから、世の中の流れ的には、フォームっていうもので、入力項目をこう打っていくっていうのが主流にはなってるんですけど、で、このメーラーは、お客さん側にとってすごいデメリットがあるんですね。なぜかっていうと、携帯番号で、打った場合は、携帯メールアドレスを打った場合は、自分の携帯メールアドレスが、多くの人に広まってしまう可能性があって、そのメールアドレスが売買される可能性があって、非常に困るわけです。なので、携帯メールのアドレスはなるべく人には教えないようにしたいわけですけど、それを教えないと問い合わせできないっていうのはちょっとまずいよねっていう話があったわけですね。その中で、最近ちょっとね、問題なのは、例えば、通販サイトとかで申し込みするときに、メールアドレスのとこを、携帯番号、あ、携帯メールアドレスを入れてくる方が多いんですけど、そうするとですね、携帯メールって今もうドメイン拒否してる人がすごく多くて、こっちから、注文の確認メールを送っても届かないようなことがあるんですね。で、まあ、その中で、ショートメールだと確実に電話番号で相手に届くと、ドメイン拒否ができないということで、ショートメールを使えないかなとずっと思ったんですけど、それがちょっとできる方法を見つけましたので、ちょっとね、前置き長くなりましたけど、早速紹介したいと思います。こちらご覧ください。はい、実はですね、自分のパソコンにですね、メールアドレス、ショートメールの、番号っていうのをですね、載せて、で、問い合わせを受け付けることができるんですけど、画面切り替わりますでしょうかね。変わらないですかね。よし、変わりますね。はい、来ました。で、ちょっと見ていただきたいんですが、これ実際のですね、私のスマートフォンの画面の、キャプチャーを撮ったものなんですけど、こう見てほしいんですね。ショートメールで問い合わせするっていうリンクがありますよね。で、このリンクをタップすると、ショートメールが、自動的に起動します。つまりこれは、お店側の携帯番号ですね、ショートメールを受け付けたい、電話番号を、埋め込んでおくと、ショートメールが自動的に起動して、お店の電話番号のショートメールにお客様から問い合わせができます。例えば、はじめまして、横田と申しますと。それに対して、お店側が、横田さんと、お問い合わせありがとうございますみたいなやり取りを、ここで、まあ、実際に書いてるわけなんですが、こういうことがね、できます。で、これどうやってやるかっていうと、タグをね、打ち込むわけなんですが、この上に書きましたよね。上に書きましたように、A タグ、いわゆるリンクタグを使いまして、そこで、href イコールの後ですね、sms コロン、携帯番号というもので、リンクを貼ると、ショートメールを起動させるというソース、タグをね、打つことができます。これを使うことによって、お客様にショートメールで問い合わせをね、受け付けることができるようになります。
これ画期的だと思いませんか？これ意外にですね、調べてみたんですけど、こういう使い方があるっていうのが出回っていなくて、かなりスクープじゃないかなと思うんですけど、実はこういうソースがあるんですね。で、このソースを使いまして、実際に送ってみましょうということですね。で、これで実際送ると、右側にあるように、お客様の電話番号で、今度お店側から返事をね、ショートメールで返すことができるわけですね。では、ちょっと実際にですね、やってみたいと思うんですけど、ちょっと画面また戻しますね。はい。実際にですね、自分の、携帯電話で、お話をしたいと思うんですけど、自分の携帯電話で、ショートメールを、送ってメッセージをやるっていうのをやってますね。まず、サファリを開きまして、で、実際にですね、自分の今度、はめ込んでいるページっていうのがあるんですけど、これをちょっと表示していきたいと思うんですが、出ますでしょうかね。なかなか出ないですかね。出ないですかね。ちょっと出ないので、下の小さい画面で、そのうち切り替わると思うんですが、お見せしたいと思うんですけど、ここにですね、実際に、私のスマートフォンで、切り替えましたね。実際にスマートフォンで、ここ出てるのがわかると思うんですが、ここの中で、見えますかね。ここの中に、ショートメールで問い合わせするというリンクが、貼ってあるのがわかると思うんですけど、このリンクを、タップします。このリンクをね、タップしますね。はい、ポチッと押すと。そうすると、ショートメール、が起動します。私のショートメールが起動して、さっきね、ちょっとダミーで打ったものがもう出てると思うんですけど、そうするとここでメッセージっていうところに、打ってもらうと、簡単にですね、問い合わせができるわけです。だからお客さん側からしてみると、今までのメールフォームとかだと、住所入れてください、電話番号入れてくださいとか、メールアドレス入れてくださいとか言って、それめんどくさいですよね。だけど、ちょっと問い合わせをしたいなと思ったときに、このスマートフォンで見てる人だけが、これ動く、タグなんですけど、スマートフォンだけ見てる人が、ポチッと押して、すいません、明日予約できますかとか、これについてちょっと聞きたいんだけど、みたいなことを、送ることができるっていうのは、かなりお店側にとって、お客さんが簡単にね、ハードルを低くすることによって、問い合わせができるって、かなりいいことじゃないかなと思うので、これはですね、ぜひ、導入してみられるといいんじゃないかなと思います。LINE ではこんな簡単にできないので、こういう形がね、面白いかなと思います。で、これ今ですね、iPhone の場合なんですけど、今度 Android の場合の話をしたいと思うんですが、はい、Android。これ Android ですね。Android 携帯でも、同様に、自分のですね、この埋め込んでいるページを今見てもらってるんですけど、ショートメールで問い合わせをするっていうページが今出てると思うんですが、これで、ショートメールで問い合わせをするっていうページを、押すとどうなるかっていうと、Android の場合はちょっと違います。ここに、ハングアウトっていうものとメッセージと2つ出るんですね。まあこれハングアウトでもいいんですけど、下にあるメッセージですね。いわゆるショートメール。これをポチッと押すと、こういうふうに起動しまして、ショートメールが立ち上がって、この下のとこに、メッセージを打つ場所があって、すいません、はじめまして、みたいな感じで、できるわけですね。ただ簡単にね、お問い合わせができますよね。なので、一応このタグで、iPhone 版、iOS 版と、Android 版で動くことを確認してますので、ぜひ皆さんもちょっとやってみていただきたいなと思います。普通に電話番号のリンクだと電話が鳴っちゃうじゃないですか。まあ、電話を鳴らしてもいいんですけど、お客さんがしてみれば電話を鳴らすよりは、ショートメールで簡単にね、問い合わせをした方が、まあ、履歴もちゃんと残りますので、いいと思いますので、そういうやり方があると。で、ちょっとね、ここからビジネス的な話なんですけど、まあ、これにはいろいろ長所と短所がありますので、その話をちょっとしたいと思うんですが、何が問題かというですね、このお客さん側とお店側の、長所、短所というものがあるわけです。それをちょっと、見ていきたいと思うんですけど、まずですね、お店側の長所は、何と言っても、ドメイン拒否されないと。ドメイン拒否されないので、確実に届いて、開封してもらえるというものなんですね。なので、お問い合わせを、仮にね、やったとしてもですね、メールアドレスを打ってもらったとしても、そのメールアドレスが届かないとかね、っていうことがないわけですね。
なので、確実に届くということと、お問い合わせの際には、ショートメールを使うということは、電話番号なので、携帯番号に電話をすることができるということなんですね。そうすると、お店側にとって、例えばメールでね、やり取りをすることもいいんだけど、ちょっとこれは、話がめんどくさいし、という場合には、相手の電話番号を分かってしまうので、その電話に、すいませんって言って、ちょっとメールで書くと長くなるし、ショートメールっていうのは、全角70文字しか送れないので、長い文章送れないわけですよ。なので、もうかったるいから、もうなんかやりたいって思う場合は、それをね、簡単に送ることができるので、お店側の聴取としては、携帯番号をゲットして、携帯番号で営業もできるということが、当然メリットになるわけです。ということは、逆に言えば、これはお客さん側にとってデメリットになるわけですね。携帯番号がバレて、電話で売り込みされる可能性があるということが、当然デメリットに、なってくるわけなんですけど、で、あともう一個ですね、短所。短所があります。お店側の短所は、これは法人の携帯電話が必要になるということなんですね。もちろん、個人で、やってもいいんですけど、自分のね、携帯番号っていうものが、ホームページ上とかにさらされていくことになるので、電話がね、かかってくる可能性もあるわけですね。なので、この辺をさらさないようにするためには、1個ね、法人用の携帯電話を買って、それを、ホームページ上にさっきのソースで埋め込んでですね、ショートメール受け付けますっていうことを、しなければいけないということですね。これが、ネックにあります。さっきお話をしましたように、字数の問題ですね。字数の問題で、字数制限が70字っていうのがありますし、画像などを送ることができないという、デメリットもありますよね。こういったものが短所になります。で、一方でお客様側は、どんなものがあるかっていうと、気軽に問い合わせができるということがやっぱりいいですよね。さっきお見せしたように、タップ一つで、気軽にですよ、すいませんみたいな感じでできると。で、メールフォームよりも入力項目が少ない。入力項目がないわけですね。要するに、すいませんしかないわけですね。なので、簡単に送れると。これ逆に言えば、お店側のデメリットとしては、お客さんのデメリットとしてあるのは、名前とかね、ちゃんと打ってくれないと、お店側もわからないし、お客様も自分の名前とか言わないと、わからない可能性があるというのが、ネックでもあります。で、一番のネックは、通信料がかかるってことなんですね。これはお店側もお客さん側もそうなんだけど、ショートメールを送るときには、ソフトバンクからソフトバンクに送る場合を除いて、他のキャリアに送るときも、今、1通あたり3.5円ですかね。かかるっていうことになってるんですけど、これあんまり言うとですね、お客さんもこれしてもらえないので、3円ぐらいですから、あまり気にしないで、お店側を使った方がいいと思うんですね。で、電話かけることを思えれば、3.5円で安いです。確かにね、普通の E メールはタダなんで、それよりは高いですけど、お客さんもショートメールで送ったらお金かかるっていうことも意外に知らない方も多いと思うので、あまりそこは気にしないでですね、しかもね、何十円とか何百円かかるんだったらあれですけど、3円ぐらいなので、ぜひお客さんにショートメールで送ってもらう仕組みを作ったらいいかなと思います。で、お客様側のデメリットとしては、携帯番号がバレて、売り込みされる可能性があるということと、ショートメールっていうものを日常で使ってない人が多いので、それを使うってことはちょっと煩わしいと思うかもしれないってことが、デメリットにあるかもしれませんね。ただ、これを出すことによって、そこからね、LINE に誘導して、やることもできるし、Facebook のメッセンジャー、Facebook やってますかって言って、Facebook であとやり取りしましょうでもいいと思うんですね。で、何よりも、やっぱり一番いいのは、一番最初のハードルを下げることができるっていうことですね。で、何よりも、今回大発見なのは、スマートフォンのホームページでタップするだけで、ショートメールを起動させるというソースが分かったということなんですね。なので、これでポチってやるとショートメールが起動するので、これができれば、メールフォームとかなくてもいいし、メーラーなくてもですね、お客さんメールアドレス、自分のお店のメールアドレスをバレなくても、お客さん問い合わせすることができるので、これはかなりね、すごいことだと思いますので、ぜひね、皆さん、試してみてください。特に、簡単にね、予約とか、注文を受け付けたいとか、とりあえず、連絡が欲しいという商売は、かなり使えると思います。やってみてください。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。